古川渚です。演劇部を作ろうとしてます。演劇部？なるほど、そういうことか。うん、いや、なんでもない、行ってくる。なぎさ、平気です。今ので坂上さんのポイントですよね。冷やさないと。君、保健室に。岡崎さん、保健室行くぞ。はい。ゆっくり行くぞ。分かってたけどね。お姉ちゃん。え？お姉ちゃん、ごめんね。今まで本当に。